Not! Zumter havas nicht ihr Sohn. Mit Bankmen und Gitschmen. Big Düsche. Allah, we wait. To let it show! Thank you.
be. もし太刀のお手入れをいたしませんか。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまたもめ事であろう。申し開いてみろ。実は賊に金を借りたんです。肉屋の権に。返せばよかろう。 返しますか、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。<笑>人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。 俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。 よし、そら、賊に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がぶるっと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。 どうやってその肉屋と知り合った。以前島見れ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。<笑><笑>肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった。 それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。せわしない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。
橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。ゴーン、なんでわしこんな偏僻なところに。またご冗談を疑うもんですか。金はどうした。もちろんここに。まったくこんなことになったら足にも参加だ。賢治を殺すにしては数が多すぎるな。欲しいもんでも仕入れましょう。アザボーに行ったことはあるか。それはもう飽きないよ。ええ、でアザボの出の漁師と知り合って話を聞いたんだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんて出たくない。分かってる。だが一月に来るの。クロードが現れる前、村にアキウドが来て、もうから酒を振る舞っていた。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはない。そのおかげで、クロードは村に入った。つまりクロードは日頃、赤売りに化けてるってことですか。いいや。どうでとどめは何でしょう。頭の会社か。どこにいるの？こいつを殺せ！この男だ！助けて！ジプセがベルトに猛攻で殺そう。早く助けてください！何を持ってきてんの！早く！どうしようですか！まだ死なない！また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ船なきことに命を落とすのだ。船内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。話はそれだけか。クロード様が綿の裏に入ったらしい。酒売りの姿に変化したって聞いた。そうじゃないだろう。酒売りがクロード様を荷車に隠して蔵の中に入れたんだよ。さすが、あの人
雅子殿はご子息を連れて大巫女へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。侍様、お譲りいただけるものはございますか？恐れながら数が足りませんね。お役に立ててください。ここで用意し、どうして猛虎は未だに麦谷を攻めてこないんだろう。俺たちは百姓の領主。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。どこに行っても嫌われる。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。獣より昨夜まで数多の浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、クロードなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。Thank you.
石川先生は死んでなかったんだ。戦を生き延びたのか。すごいな。出陣もしなかった。先生ほどの腕前なら金、材木、布を扱います。また頼むぞ。新しい弟子と一緒に道場の近くで。巴の修練場は近くのはず。よかった。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持って行け。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。争う声。先生。ようやく現れた。ゆるりと物見とは。
んたがクロード？ここで何が？行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は？この近く。なぜだ？足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か？気にするな、新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかる後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が？アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと？何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切る。次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。屈指の民への戒め。操め。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか？無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで屈指の民を死なせてたまるか。来い。暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人で？助けてやらねば。ここです。なぜ拒む？あの女が言うには。巴が？申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ！賭けだ！ダッシャー、トルキン！
巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。おぬしは違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。うん、
厄介事ばかりだ。ご遠慮なくご覧ください。よく。茶を飲もうというのか、この俺と。いや、今のはただの礼儀ってものさ。それより手を貸しとくれ。地図が盗まれちまってね。取り返したいんだ。かなり腕が立つと検事から。そなたのために罪は犯さぬぞ。たとえ検事の友であっても。ああ、そうかい。地図には食料のありかが記されててね。あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ、居所は分かってる。三股辻の井戸の近くの賭場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし、行ってみよう。もし嘘であれば。坂井様。この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ、外に飾ってある男の首でも見ておいで。殺されるか。お気をつけて。その盗人は手強いから、一筋縄ではいかないかもね。これが三股辻の家だ。だが賭場はどこだ。邪魔がウォルチンやボルナ。エチノーサムラ。
を進んでみるか。これが例の鳥羽、あばら屋のようだ。誰か。俺の地図だ。帰れ。酒井陣と申す。開けろ。それじゃあ俺はアマテラス大神だ。帰れ。ねえ、他の入り口を探すか。お主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください。地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で人儲けするつもりです。侍、出てこい。いい取引があるんだ。ここにおれ。そういたします。地図を探しているそうだな。撃ってやってもいいが、目は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。奴を殺せ。誰かが地図を持っておるはずだ。これだな。手に入りにくいものが揃ってますよ。ロード様の用意。地図を取り返した。手間を取らせてしまったようだね。豊玉の民のためだ。食料はすべて皆に渡すのであろう。もちろんさ。ここは我が家、みんな家族同然。腹をすかしてるって言うなら何としても食わせてやりたいんだよ。ではあとは任せる。一つ借りができたね。
霊だ。だが他の層がおらぬ。かつて老霊や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代まで連れ戻して、もうことで我らの助けを止められはしません。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。これ以上は鍛えられないようです。助かった。さっ